先週木曜日に保育園に視察に行ってまいりました。福島第一原発の事故の際にはですね、水素爆発の当時現場で任務に当たっていた、自衛官であるとか、あるいは作業員の方、これは水素爆発ということではありませんけれども、原発の中で作業された作業員の方等の受け入れをしていただいたり、あるいは現地に専門家等を派遣してもらったり、さらには国民からの問い合わせ等にですね、電話の応対等々をしていただきました保育園、そこをぜひ一度見てみたいと思いまして、その機会を得ました。ちょうど10月にはサウジアラビアと重粒子線がん治療について協定を締結したということもありましたので、ぜひ研究開発の現場を見たいということで、視察に行った次第です。現地ではその実際に、自衛官等の受け入れを行ったその医療現場の視察であるとか、さらには生体に与える放射線の影響を調べている、そういう研究等のようなところであるとか、重粒子線がん治療のですね、視察、その施設の視察、それからペット画像診断設備ですけれども、それを日本で初めて開発したのがこの保育園であったということでありまして、その研究開発の現場を見させていただいて、意見交換等をさせていただきました。福島の復旧復興ということにこれからもぜひ力を尽くしてほしいという思いを新たにしましたし、重粒子線がん治療等ですね、医療等の分野でこれからもこの研究開発の進展というのが期待されておりますので、今後その担いよる役割というのはますます大きいものがあるということを改めて実感をした次第です。私からは以上です。ありがとうございました。では、幹事社から、一問だけ。はい。先般京都大の山中伸弥先生が、iPS 細胞、の研究に関する業績で、ノーベル医学生理学賞をお取りになったわけなんですが、で、それで日本中は、支援の、支援の機運が高まっていますが、その中で、今民主、自民、公明の3党によるその再生医療推進法案の議員立法化というのが進んでおります。これについて副大臣どのように捉えていらっしゃるか、あと文科省でですね、格別何かこの研究支援についてお考えのことがあればお聞かせください。はい。その前に1点ちょっと補足ですが、震災発災当時私防衛政務官をしておりました。その意味で自衛官等の受け入れもしてもらったということの謝意も述べたいということの思いもありまして、保育園には伺った次第です。それで今のご質問ですけれども、ちょっと詳細についてはですね、報道等でしか承知をしておりませんが、3党で議論が行われているということは承知をしております。文科省としてはこれまでもですね、 iPS 細胞等を利用したその再生医療の実用化の推進ということに取り組んでまいりましたので、この法案がそれの加速ということにつながることを期待したいというふうに思っております。文科省としては以前にも申し上げましたけれども、来年度の概算でちょっと細かな数字を忘れましたが、日本再生戦略にその10年間で重点的に集中的に投資を行うということが定められたことを受けてですね、それを踏まえて来年度の概算を行ってまして、金額に30、ごめんなさい、iPS 細胞と幹細胞研究を推進するための経費として87億円を計上しているところでありまして、これからも1日も早い実用化に向けてですね、これは山中先生自身がまだ一人の患者も救えていないということをおっしゃっている通りでありまして、一日も早く現場の難病等に苦しんでいらっしゃる患者さんのもとに届けたいという思いは教授と一緒でありますから、これからも力を尽くしてまいりたいと思います。ありがとうございました。では各社どうぞ。はい。はい。今日の特番に、イタリアのラクイラ地震が何年か前に起こったので、学者の安全という宣言を出した直後に地震が起きて人が亡くなったということで、それで私は裁判に立てられて、直後でしたから有罪という、皆さんびっくりしているような判決が出ているので、日本だと同じようなことが起きて
できないと思うんですけども、ご感想ですとか、あとは科学技術がこの司法の上で裁かれることに対しての、なんですか、見解というのは、ここの申し上げは、どうなんですか。判決そのものについてですね、これはまあ、イタリアにおける裁判の判決ということについて、私自身がコメントする立場にはありませんので、この判決そのものについて私がコメントをすることは差し控えたいと思います。補足を、あえてご趣旨を勝手に忖度をして申し上げるならばですね、このイタリアの判決ということではありませんけれども、そこは最初に断っておきますけれども、我が国のその地震の予測等の活動にですね、研究者が例えば萎縮をするというようなことが起こってはならないということは一方では思っておりまして、そこについてはですね、あくまでも今のその研究というのは確率論的な長期的な予測ということでありますので、今回そのイタリアで行われたその短期の予知等に基づいたその安全宣言とはその活動の趣旨なり目的なりが違うのだということはしっかりご説明をして、我が国におけるこの地震研究者の活動にですね、支障が生じることのないように、地震調査研究推進本部においてもですね、そこはやはり、もし誤解が生じるようであれば、そこはしっかり解消していくようにしていきたいなというふうには思っております。ただ断っておきますけれども、この判決そのものについて何かコメントをするというつもりはありません。なんですけども、おっしゃったその確率論で例えばニアニキン落ちとか何回とか、いっぱいやってますよね。ただ一つだけその東海地震については、要するに歪み系とかで観測して、まだ予知危ないって言ったことは一度もないんですけども、もし何ですか、予知を前提というか学者の先生が判定が始まってて、そこで起きるかもしれないって、それがその政府の方にあって、で大工事になるこれ大事なので、避難してくださいみたいなことを言う制度もできてます。それについてはやっぱり予知っていうところに入ると思うんですけども、そこをやっぱ判定側に集まってる学者の方々がやっぱり死者をというのはちょっとあるような気もするんです。イタリアのようにはならないと思うんですけど、今の話というのはその文科省のその地震研究推進本部の扱いなんでしょうか。東海地震の担当というのはそういったその種のその一種の これから短期的に何かが起こりうるみたいな話というのは、所管は気象庁であるというふうに承知をしておりますので、他省庁のことについてですね、私がテレビ記者会見の場でコメントするというのは適切ではないというふうに思っております。はい、どうでしょうか。はい、見通しを今申し上げるのはちょっと気が早いかなという気がいたします。ただそのゴルフ場利用税については、我々としてはスポーツの中で、ゴルフにだけ実は課されているんですね。で出席者からその単税力という話もありましたけれども、つまりゴルフができる人っていうのは、ゴルフにかかるお金っていうのはきっと高いから、単税力があるのではないかっていうようなお話ももちろんあった上で、その経緯があってということなんでしょうけれども、実は利用料金っていうのは
平日とかを中心に下がっていて、ゴルフよりも現状高いスポーツっていうのは、まあ他にもちょっと個別の名前を挙げてあれですけれども、例えばまあスキー場利用税なんてものはありませんし、乗馬場利用税というものもないし、スキューバダイビング利用税ってのもないんですね。だからなぜスポーツの中でゴルフにだけ課税をされているのかというのは、なかなかちょっと説明が難しくなってきているっていうのはやはりあるんじゃないでしょうかという思いで、私としてはそれを申し上げました。ただ一方で、このゴルフ場利用税というのは地方の重要な財源になっておりますので、その地方の財源に、穴が開くようなことがあっては困るんですというような観点も当然あるわけですから、そういう指摘も実際にいただいておりますし、そこは我々としても十分認識をしております。重要な論点だと思っておりますと。ただ、消費税収増というのが見込まれる中でですね、税財政全体の中でご検討いただけないかというのが我々の思いであり、その地方の財源にですね、穴を開けようという趣旨でもってお話をしているわけではありませんということをご説明をさせていただきました。研究開発については、割と何というか応援のお声も多くいただいたような気がしておりまして、それはおそらくその今回の山中先生のノーベル賞受賞とかですね、やはり機運というものが一つ、生まれてきているのではないかなと。しかもその山中先生がお金がないからマラソンして寄付を集める募るとかですね、そういうこともされている中で、安心してその研究に没頭できるように、しなければならないと、その意味で、この研究開発促進のための税制、あるべき税制とはどうなのかということは、多くの方から後押しをいただけるようなご意見もいただいたのかなと思っております。いずれにしても、期限までにといいますか、この税制改正の議論が決着するまでにですね、しっかり頑張っていきたいというふうに思っています。いかがですか、よろしいですか。はい、ありがとうございました。すいません、遅くなりました。ありがとうございました。